はい。では、酸とアルカリとイオンやっていきます。一番目、酸性中性アルカリ性の水溶液の性質ってことなんですけれども、まあ、水溶液の性質っていうのはですね、この酸性中性アルカリ性とこ、3つの状態になります。で、それをね、測る数値がこの pH っていう値なんですね。これでね、酸性やアルカリ性の強さを表していきます。うんでね、 えー、中性、こう真ん中ってことなんですけれども、中性の時がね、えー、この pH が7になります。これ覚えておいてください。7になります。でね、この7よりもちっちゃくなる。うん、で、最初が0なんですけれども、0から6。えー、っていうかね、0が一番強い酸性なんですよ。うん、6は弱い酸性ってことね。要は,要は0から6までだったら酸性なんですね。うん、で、7が、 中性です。いいね。だから、pH0 って言ったらもうめっちゃ強い酸性ってことになります。はい。で、えー、逆にこのね、8から14。これがアルカリ性なんですけれども、14になった時が一番強いアルカリ性なんですね。ということで pH は0から14まで。7が中性で、0が一番強い酸性。で、14が一番強いアルカリ性ってなるわけね。 pH8 ぐらいだったら弱アルカリ性ってことですね。うん。はい。で、この辺もね、えー、全部暗記しないといけないですよね。pH を測るのは、この BTB。BTB 溶液でですね、酸性か中性かアルカリ性が簡単に分かることができます。えーまあ、有名な緑の中を歩く青木さんこれ有名ですよね。 緑の中を歩く青木さんね。これで覚えてね。だから緑やったら中性で、青やったら歩く青木さんやから青。黄色やったら木さんやから、まあ賛成は黄色なんだよね。うん。で、リトマス紙も覚えてますよね。赤い色リトマス誌、青い色リトマス誌ってあるけど、青色リトマス誌が赤くなったら賛成です。ね。 赤色のリドマスシが青く変化したら、それはアルカリ性なんですね。まあ、覚え方は、赤信号が青信号になったら、まあ、歩くと覚えておいてください。で、フェノールフタレン溶液は、酸性中性の時は無色なんですけれども、アルカリ性の時は赤くなります。ちょうど中1でやったアンモニアの噴水実験。アンモニアは、アンモニア水になったアルカリ性なんですね。だから、 えー、赤色の噴水が出ましたよね。あれ、フェノルフタレン有機をね、えー、アンモニアに溶かさせたんですね。アンモニア溶かさせて赤くしてるんですね。うん、はい、これもマグネシウムとの反応ですね。マグネシウム、金属ですよね。で、えーこう、イオンになりやすいと、えー、いうことでしたけれども、えーまあこれ、酸性の水液に溶けてですね、水素を発生させます。うん 大丈夫ですね。で、えー、中性アルカリ性ではマグネシウム反応しないということで、やっぱ酸や金属が溶けちゃうんですね。うん。で、酸性の種類どんなものがあるのかっていうと、塩酸、硝酸、硫酸、酢なんかが有名です。ね。で、中性、まあよく酸がついてるかわかりやすいですよね。塩酸、硝酸、硫酸。で、酢。これも酢酸って言うんですよね。うん。だからもう全部す用は酸なんですよね。 で中性は食塩水。食塩水は中性ですね。うん。砂糖水も中性ですね。で、アルカリ性は、この水酸化が絶対つきますね。水酸化ナトリウム水溶液。水酸化カルシウム水溶液。あとは水酸化バリウム水溶液とかですね。まあ、水酸化って言葉がつくんですね。他にも、ちょっと書いておこうかな。石灰水もアルカリ性だし、 そして、えー、まあ石灰、ね、水水酸カシム水液だからいらないか。えっ、ー、と、やっぱアンモニア水入れおきたいですね。アンモニア水。これは、えておいてくださいね。アンモニア水ですね。うん。はい。で、2番目。酸アルカリトイオン。酸は電離して水素イオンを出す。これめっちゃ重要なんですよ。うん。あの、酸っていう物質はですね、電離して水素イオンを 出す物質のことなんですね。うん。なので、塩化水素。この塩酸の溶質でしたよね。この気体。これ気体でしたね。HCl でしたね。これ電離し、水に溶かすと電離して水素イオンと Cl マイナス、塩化物イオンでしたね。電離します。ね、こう電離してこの水素イオンがね、出てますよね。これを出す物質を酸って言うんです。 いいですね。これが出てるってことは、この HCl、塩化水素は酸なんですね。はい。硫酸。出てきましたね、酸。酸性の水液ね。硫酸もこれ、酸なんです。うん。なんでかっていうと H、SO、H2SO4, これが硫酸の化学式ですけど、覚えておいてくださいね。電離して H、2H プラス、足す SO4 にマイナス。水素イオンと、えー、硫酸イオンですね。 すするんですけどもこのように水素イオン2つ出してますので、硫酸も3ということになります。えー、なので、これらはすべて3なんですね。うん、なのでね、えー、酸を水に溶かすと水素イオンが出るので、もう水の中にこの水素イオンがいっぱい溶けているわけです。そしたら3なんですね、うん。これがたくさんたくさん溶けてれば溶けているほど強い酸、 三、えー、ph ですね。強い三と言えるわけです。わかりますね。うん。はい。水素イオン溶けてたら、酸性と言っていただいて OK です。そう考えてほしいです。うん。はい。だから酸を溶かしたら、まあ、酸性になるんですね。うん。酸を溶かしたら酸性になる。それは水素イオンがいっぱい溶けてるからです。はい。では、アルカリ行きましょう。アルカリっていうのは電離して、 水酸化物イオンを出す物質。o、OH、1マイナスを出す物質。これがアルカリって言うんですね。あ水酸化ナトリウム。NAOH。これは電離して NA プラスと OH マイナス。ね、OH マイナス出てますね。だからたくさんこれが溶けてたら、これアルカリ性なんですよね。うん。だこれがポイントなんですよ。水酸化カリウム。水酸化カリウム水液ね。 KO1 なんですけど、K プラス、オーイ一マイナス。これ出てますよね。はい。この o ーマイナスがたくさん、えー、水溶液中に溶けていたらアルカリ性なんですね。いいですね。簡単ですね。だから酸性って H プラスがたくさん溶けている状態。アルカリ性って言ったら水の中に o ーマイナスがたくさん溶けている状態と考えてくれたらいい。ね。中性ってのはその水素イオン、o ーマイナスが全くない状態なんですね。 わかりましたね。はい。じゃあ3番目。えっ、ー、と、酸に共通する水素イオンを確認する実験。うん、ふんふんはい。え、こんな風にね、このロシ水を染み込まし、えっとね、え酸を水を染み込ませておきましょうかね。うん。えー、で、そこにですね、えー、塩酸を染み込ませた糸をこ真ん中に置きます。 そして赤色のネマスシと青色のネマスシをこうね、上と下に置いときます。で、電流流すんですね。はい。これでね、水素イオンを確認できる実験なんですね。はい。なんでかっていうとですね、塩酸ですから塩化水素が溶けてるわけだよね。これは電離して水素イオンと塩化物イオンに電離してるわけです。だけどこれ目に見えないですよね。だけどこの水素イオン、 電流流したら、これを陽イオンだから、どっち移動するかわかりますよね。陰極に移動しますよね。だってプラスとマイナスは引き合うからね。だから、見えないけど、水素イオンは陰極の方にどんどん移動していくわけですね。はい。水素イオンは陽イオンなので、陰極側へ移動していきます。そうすると、はい。酸性、つまり水素イオンがあったら、えー、酸性だから、 青色トマスが赤く変色しますよね。なので、この赤、青色トマスしね、これどんどんこう赤くなっていくんですね、これね。赤色が右に移動していくんですね。これは水素イオンの移動を表しているんですね。うん。この青色トマスし、色が変化するということですね。これは水素イオンが右に移動していることがわかるわけです。はい。で、どんどんいきます。2番目。酸とアルカリを混ぜた時の変化。これ、超重要なんです。はい。 酸とアルカリを混ぜる。つまり、例えば、塩化水素。つまり塩酸ですね。そして、水酸化ナトリウム、アルカリ。これを混ぜる。どういうことが起きるかっていうとですね、中和という反応が起きます。打ち消し合うんです。互いの性質を打ち消し合うんですね。酸とアルカリが互いの性質を打ち消し合うことを中和という、こういう反応が起きるんです。そして、 中和が起きると、水と塩という物質ができます。うん、これなぜかをね、今日は一回説明していきます。うん。それはここが重要なんです。酸の、酸ってね、電離して水素イオンがね、絶対出てますよね。そしてアルカリは、水酸化物イオン、OH マイナスが必ず出てきてますよね。で、この水素イオンと、この水酸化物イオンは、 めっちゃ反応します。必ず反応します。反応してですね、水になるんですね。これが重要なんで、もし赤ペン持ってるんだったら、うーんと、こうですね、中和っていうのはですね、言葉で言えばこれです。酸の水素イオン H プラスとですね、このアルカリの OH マイナスがですね、反応してですね、水に変わる。これが中和なんです。 ね。H プラスがなくなったら酸性の性質がなくなるんだから。OH マイナスがなくなったらアルカリの性質がなくなるんだから。だから、打ち消し合ってるんですよね。うん。見てください。イオンの式で表したら、丸暗記したいですね。H プラスたす OH マイナスが H2O。これがなくなるから酸性じゃなくなるし。これがなくなるからアルカリ性じゃなくなるから。ね。水、中性ですよね。これが中和なんです。うん。 で、中和が起きるとですね、この水ができるわけですけども、できるだけではなく、だってね、見てくださいね。塩化水素ってことはこの CL マイナス、塩化物イオンもあるし、ね、水素カントリウム OH マイナスを打ち消し合うけれども、NA プラスもこれあるわけだからね。そう。えー、この3の、えー、まあ、引用である。まあ、要は CL マイナスと NA プラスがこれね、これくっつくわけですよね。うん。 酸のイ,ンイオンと、アルカリの陽イオンがですね、こう、結びついてですね、NACL、ま、塩化ナトリウムっていうね、物質ができる。そういった物質を、ま、塩って呼ぶんですね。うん。ま、いろんな組み合わせでいろいろできるわけでしょ。例えばね、まあ塩、これと、まあ例えば、な、そうな、硫酸と水素ま、たでやるかな。ま、とりあえずいろんなのができる。 一つが、まあ、塩化ナトリウムですね。うん。はい。さあ、そしたらですね、えー、もちろん塩の問題で出てくると思うんでね、まあそこでやりましょう。とりあえず、まあ、塩化ナトリウムのような塩ができるという,うに覚えておいてください。はい。で、これを覚えておいてくださいめっちゃ大事ですね。これ、これ結構大事なんですよ。はい。BTB を入れた塩酸に水酸化ナトリウムを加えていく実験ということですね。 これすごく分かりやすいしね。あの、めっちゃ重要なんで覚えていきましょう。まず、こちら見てくださいね。これ、まだ、ただの塩酸です。H プラスと Cl マイスが溶けています。これは、はい、水素イオンが溶けているから酸性なんですよね。これがあるから酸性です。いい。水素イオンがあったら酸性と言える。よって BTB は黄色のはずです。この状態にですね、水酸化ナトリウムを少しずつ少しずつ加えていきます。水酸化ナトリウムは、 H プラスと OH マイナスからできてますよね。電離してね。さあ、じゃあ、それ入れました。そうするとですね、この OH マイナスと H プラスは絶対に反応するんですね。もう、いたら絶対くっついて水に変わるんです。ということは、この OH マイナスとこの H プラス1個が反応して、水ができるんですね。で、 ナトリウム、NA プラスがこう、ひょいっとこうにね、ここにいるかな、入ってくるんですよね。うん。で、これとこれはね、NA プラス CL マイナスは、あの、水があったら電離しないでくっつかないです。水を蒸発させたらくっつきます。うん。ね、水上撫したらこれちゃんと NH で白い結晶ができますんでね。うん。まあ、ちょっと話、それちょっとすめたかな。うん。まぁ、あ、H プラスがね、えー OH マイナスと反応して1個減っちゃいましたけれども、まだ残ってるんで、まだ残ってるんで、まだ、まあ、酸性です。ただ、黄色が薄くなりますね。弱い酸性になっていってるわけです。で、さらに加えます。そうすると、この H プラスと OH マイナスが、こう、反応して水になるんでね。見てください。もう、H プラスなくなっちゃいましたね。もちろん、OH マイナスも加えたけれども、この H プラスと反応して水になっちゃったから、どっちもないので中性なんです。 だから緑なんですね。うん。で、そっからさらに加えていくと、ね、OH マイナス入ってきました。ここにあるのかな ?OH マイナス。でも、もう H プラスいないですよね。いないってことはこれ、加えた OH マイナスが残るので、だからアルカリ性なんですね。わかりましたかだから、BTB は青色に変わっていくんですね。すぐわかりやすいでしょね。 さあ、えー、中和は、中性になるまで、こります。ね。だから、ここで中和起きてるんですよね。いいかな。ここで中和起きてますよね。H プラスと O1 マイスひっついたから。まだ起きてますよね。H プラスと O1 マイス反応するから。でもね、ここで加えたときは、中和は、もう起きてないですよね。なぜって H、H プラスがいないから。これも大事なんですよね。うん。 中性ならばで起こるけど、その後起こんないってことですね。H プラスと H、OH、マイナスが結びつくことが中和なんです。うん。そして、2の時ですね。これは水液中、水液が食塩水になっていると言えますよね。なぜなら H、H プラスも C、OH、OH マイナスもなくですね。それに、見てください。NA プラスと CL マイナスが溶けてる状態です。そして水がある。これって食塩水ってことなんですよね。 食塩水っていうのは水の中にですね、この NA プラス CL マイナスが溶けている状態、これが食塩水なんですね。電離した状態で溶けているのがね。うん。さあ、それではウォームアップやっていきましょう。自信がある子は一旦ビデオを止めてね、自分でやってみてください。はい。それでは解説していきます。一緒にやっていきましょう。はい。食塩水で湿らしています。はい。赤色と青色のドマスシを乗せたということですね。ああ、さっきの問題ね。 これ、ただの水ならダメですね。あの、電流流れないんで。まあ、食塩水とかを染み込ませておいてください。では、小酸銀水よりとかも、ま、有名ですね。はい。まあ、まあ、要は、え電解質を溶かしたところで、塩酸を染み込ま水糖を入れて実験するのね。うん。はい。えー、ではやっていきましょう。はい、食塩水湿らしてます電流流れます。はい。で、赤と青を塗り込ス紙の乗せたと。 で、真ん中にはこの水酸化ナトリウム水液染み込ませています。ね。はい。では一番目をやっていきます。はい。水液中で水酸化ナトリウム水液の電離の様子をイオンの式で表しなさい。はい。イオン。電離の様子を表す有名な問題ですね。NAOH。矢印。電離するから、NA プラス、タス、OH マイナス。ですよね。有名です。 これは絶対確認していきましょう。はい。では2番目。リトマス紙のイロンの変化を見られたのは、あいうえのどれって話なんですけど、ポイントはこの o 1マイナスですよね。これが溶けてたら、アルカリ性でしたよね。アルカリ性。で、これはインイオンですよね。うん。マイナスの電気を持ってます。なので、どっちに移動するでしょうか。陽極ですよね。プラスとマイナスは引き合うんで、だから右に o 1マイナスは移動していくわけです。こっからね。 はい。ということは、これアルカリの元ですよね。アルカリ性の元ですよね。アルカリ性は赤信号が青に変わったら歩くですよね。だから赤から青でアルカリなんでね。で右に移動してきている。ってことはこのいですよね。色がどんどんこれ青くなっていくんですよね。どんどんどん青くなっていく。移動してるんでそういっじゃないですかね。だからいです。はい。3番目。 で2でリトマス紙の色が変化させたのは何というイオンの働きか、イオンの名称、そしてイオン式で答えなさい。これは僕が言った OH マイナス、つまり水酸化物イオンですよね。で、イオン式は OH マイナスということになります。はい、2番目。 BTB を良いと加えた塩酸、塩酸に水素型の溶液をこう加えていった時のモデル図です。さあ、A は何色かってことなんですけれども、塩酸はこの塩化水素が溶けてますので、H プラスと CL マイナスに例にしているわけですね。はい。で、この H プラスが溶けているってことは、これは酸性ですよね。酸性の元です、これが。酸性ということは BTB は、はい。緑の中を歩く青木酸。 木3、酸性は黄色です。なので A は黄色ですね。はい。で、D はっていうとですね、どんどん加えていってますんで、もうね、水素ンがね、この O1 マイナスとこう、中和して水になっているんでね、いずれも H プラスなくなると O1 マイナスの方が多くなってゃうんです。読みましょう。ね、ここにね、見てください。 いいのいいやんこれ。あ、おっとおっとっと。おっとね。おっとおっと。O1 マイナスありました。ということは、O1 マイナスはアルカリ性のもとなんで、これアルカリ性ですよね。BTB で何色ですか、アルカリ性は。緑の中を歩く青木さんね。青色はアルカリ性でしたね。よって、これは青色です。アルカリ性なんで青色ですね、BTB はね。 はい。で、え、A から C の区間のうち、中和が起こっているもの、すべてごえなさい。中和っていうのは、酸性とアルカリ性を互いに打ち消しちゃうと。化学式で言うと H、H プラスと OH マイナスがね、結びついて水に変わることでしたよね。なので、ここ見てください。H プラスと、これね、NAOH。こう、OH マイナスが溶けてるんでね。 これとこれが反応して水に変わっていってるんですよね。H プラスサス1マイナスで水ができてこれ中和し、起こってますね。これとこれが反応して水に変わることが中和と言えます。A は起こってますね。で、B も起こってますね。だって H プラスまだ残ってますから、これとこの O1 マイナスが反応しますので、中和起きてますよね。で、水がまたできているわけです。 ですが C は起きてないですね。ここはね。だってもう見てください。H プラスないですからね。H マイナス加えても中和の相手がいないんです。中和する相手がいない。だから中和はしてないわけですね。うん。はい。3番目。中和によって水ができる反応式で表すとどうなるか。イオンの記号と化学式。これめっちゃ大事ですね。えー、っと、空いてるスペースここなんで、ここに書きますね。答えね。ここに書きますからね。はい。 h プラス s 足す oh マイナス矢印水ですね。これは絶対かけるようにしておいてください。これが中和なんですね。うん。互いの性質を打ち消し合ってますよね。酸とアルカリの性質をね。はい。4番目いきます。いきますね。はい。a から d のうち pH が最も大きいもの。はい。pH っていうのは、はい。7が中性で、数字が大きくなるとこれアルカリ性なんですね。 逆に0から6小さくなればなるほど酸性が強くなっていくという意味でしたね。はい。ということで pH が最も大きいのは14ということなんだけれども、まあ、えー、1大きいですね。アルカリ性が強いものですね。つまり O1 マイナスが多いものということですよね。アルカリ性なんでね。そうすると、それはこれですよね。O1 マイナスが。溶けてますから、これね。これらはね、ゆっくり7よりもちっちゃいですよね。 これが7ですね。もう水素4もなければ、OH、O1 マイナスもないので、これが7。これが7よりも大きいはずですよね。ということで、答えは D ということになるわけです。いいですよね。はい、以上です。